ウィリアム・ブラウンはアイルランド生まれのアルゼンチン海軍提督。アルゼンチン独立戦争、アルゼンチン・ブラジル戦争、英仏によるラプラタ川封鎖における勝利により、ブラウンはアルゼンチン市民の尊敬と感謝を勝ち取り、今日ではアルゼンチンの国民的英雄の一人とみなされている。アルゼンチンの海上戦力の創設者かつ最初の提督であり、一般的には アルゼンチン海軍の父として知られている。アイルランド出身ではあるがアルゼンチンで活躍したため、英語名のウィリアムをそれに対応する、スペイン語名、ギジェルモに変えたギジェルモ・ブラウンとしても知られる。ギジェルモの発音はスペイン語話者でもジェイスモによる幅があり、カナケン社にはギレルモ、ギレルモ、ギイエルモ、ギジェルモなどいくつかの方法がある。またギジェルモ・ブラウンとした場合、 生のブラウンを英語風のまま、ブラウンとするかスペイン語風に、ブローンとするか、も人によって異なるので、ギジェルモ・ブラウンのカテン社としては、ギレルモ・ブラウン、ギギエルモ・ブラウン、ギジェルモ・ブローン、ギジェルモ・ブラウンなど多くの変異がある。ウィリアム・ブラウンは1777年6月22日、アイルランドの名誉圏、フォックスフォードに生まれた。彼の家族は、 彼がまだ9歳だった1786頃に、アメリカ・ペンシルベニア州のフィラデルフィアに移住した。到着して間もなく、彼らを呼び寄せ世話をしてくれるはずだった友人が、大熱病のために亡くなり、数日後には、ウィリアムの父も同じ病で亡くなった。その後、ブラウンはある船の船員付き救助として雇われ、船乗りとしての経歴の第一歩を踏み出した。 ブラウンの前半生について知られていることは、比較的少なく、彼が死生児で、母方の生を名乗っていたこと、父親の生は、実際には元論だったことが示唆されている。10年ほど、大西洋で働き、船員としての技能を高め、船長を務められるまでになった後、ブラウンはある、英国船に強制調募され、英国王室に仕えることを強いられた。 船長免状を所有しているアメリカ商船船長を強制重保することは前代未聞であり完全に違法だった。アメリカの船員に対する強制重保は後の米英戦争につながる主な軽争の一つだった。ナポレオン戦争の際、英国船に乗っていたブラウンはフランス軍に捕まった。フランス人は彼を捕虜として扱ってロリアンに護送した。 メスに移送される最中に彼はフランス士官の制服を着て変装して脱走した。しかしながら彼は再度捕まり、ベルダンの要塞に収監された。1809年に彼はそこからクラッチュワイルという名の英陸軍大佐と一緒に脱出し、ドイツ領にまで逃げ延びた。英国に戻ると彼は船員を引退し、1809年6月29日、ケントでエリザベスチキと結婚した。 ブラウンはその年、ラプラタ川に向けて、ベルモン戦場の人となり、ウルグアイのモンテビデオで商人として、身を立てた。ブラウンは、エリサという船の共同選手となり、モンテビデオとブエノスアイレスの間で通称をしていた。エリサが悪天候により座礁すると、ブラウンは積み荷を内陸に運び売却して、利順を得、地理を目指して、アンデス山脈を越えた。この頃までに、 インドストリアというスクーナーを購入できるだけの資産がたまっており、その船を用いてウルグアイアルゼンチン間に定期郵便船事業を始めた。これはその種の事業としては南米初のものだった。この点において複合領政府はその商業上の利益に対する脅威を感じ、介入を行った。ウィリアム・ブラウンの細密がヘンリー・エベイ・サクスペイン船団はブラウンのスクーナーを破壊し、 自分たちの海岸線をスペインの略奪船から防衛しようというアルゼンチンの試みは無に返した。この事件の結果、アルゼンチンは海岸線防衛と通称保護のために船団を派遣することを決定し、そのためにブラウンを海軍中佐として軍部につけ、その艦隊の司令長官に任命した。これにはカナダ商船船員として登記されていたベンジャミン・フランクリン・シーバーから、 意義が申し立てられたが、後にシーバーは意義を撤回した。これはブラウンがかつて強制重簿された経験があることが広く知られるようになったため、シーバーは彼が艦隊の指揮を取ることに賛成の方に決意を覆したのだと信じられている。シーバーはアメリカ生まれだったが、ジェファーソン大統領が通商禁止法を打ち出した後、 国際省取引に課せられた二重課税を避けるために多くの商船船員と同じようにカナダ人になっていた。ラプラタ川はこれらの自由企業船長に新しい航機を提示した。穀物の輸送船を大陸の北部に広げておくことは重要ごとだったが、スペイン人がその途中で邪魔をしていた。ブラウンの副司令官となったベンジャミン・フランクリン・シーバー艦長は 封鎖を解放して上流への艦隊の進路を確保するため、スペイン艦隊への最初の攻撃を指揮した。シーバーは、この戦闘による最初の犠牲者ともなった。友であり、同志でもあった人物の死の知らせを聞いたブラウンは、スペイン艦隊への総攻撃を行ったが、この経験豊富な士官を戦闘の初戦で失ったことにより、アルゼンチン軍の士気は低かった。 1814年3月10日、フリエタ、トルトゥガ、ホルトゥナ・フェラッカのサンドイスと合流したエルクレスは、ハシント・デロマラテ艦長に率いられた強力なスペイン艦隊に対峙した。スペインの無敵艦隊は、6隻の軍艦、ブリック、砲艦と4本の地上砲台からなっていた。エルクレスが座礁した後、激烈な戦いが繰り広げられた。 アメリカ生まれの士官でフリエタの司令官だったベンジャミン・フランクリン・シーバーは戦死した。エルクレスは3月12日の午前10時まで自分を守り切った。この戦闘の結果、イライアス・スミス司令官、ロバート・スタシー大尉、そして45人の水兵が武道弾によって死亡した。およそ50名が負傷し、軍医のバーナード・キャンベルは対応に追われた。 機関は少なくとも82発の砲撃を受け、戦場で修理を受けた。喫水戦火は円盤が取り付けられ、船体は川とタールで覆われた。これ以後、この艦は黒いフリゲートとあだ名されることとなる。イギリス生まれのリチャード・バクスターが新しい司令官に任命された。1814年3月17日、ブラウンはフリエタ・セピルと共に、 マルティンガルシア島を攻撃した。エルクレスはスペイン艦、エスペランサ、カルメント交戦を開始した。1814年4月20日、モンテビデオはアルゼンチン軍によって封鎖された。その後は1814年5月8日に戦闘が再開されるまでは大きな交戦はなかったが、その戦闘も会場の状況が悪かったため全力ではなかった。ブラウンは装備も 不十分な七隻からなる自分たちの小艦隊で、強力無比なスペイン艦隊に攻撃をかけることを決意した。1814年3月8日、ブラウンは自分の艦隊を出航させ48時間以内に激しい戦闘に入った。海上と陸上の戦力はマルティン・ガルシア島に展開した。マルティン・ガルシア島はブエノスアイレスから 32km 沖合にある。 要塞化された島で、パラナ川とウルグアイ川への交通を支配する、ラプラタ川のジブラルタルとして知られていた。ブラウンは島を占拠することに失敗し、彼の機関、エルクレスは、激しい攻撃をリ陸地に乗り上げてしまった。アルゼンチン軍は、陸と海から攻撃を続け、3月14日、激烈な争奪戦の後マルティンガルシア等の占拠に成功した。スペイン軍司令官は、 三隻の武装商船の加入で海軍力が強化されたブラウンの追撃を受けながら艦隊をモンテビデオに引き上げた。封鎖を目的としたスペインの艦隊は今やブラウンとその艦隊によって逆に封鎖されてしまった。モンテビデオは飢餓の危機に直面した。ブラウンは退却を装い5月14日にスペイン軍を砲台から引き離すことに成功した。 そのさらに2日後の5月16日に戦闘が開始され、その戦いでブラウンは砲弾により片足を粉砕された。それにもめげずに彼はエルクレスの甲板に横たわりながら命令を出し直接指揮を取ることを続けた。スペイン艦隊は強行をきたして港へ避難しようとしたが3隻が打破された。この交戦の直接的結果としてラプラタ川は スペインの支配から解放され、モンテビデオはアルゼンチンの手に落ちた。戦いはアルゼンチンが勝利を宣言した後も続いた。一ポリとドボシャールの協力を受け、ブラウンはアルゼンチン海域だけでなく両アメリカ大陸、西海岸や太平洋の至るところでも、スペイン船舶を追い回し、彼の艦隊の選手たちは恐ろしく心配させられた。ある島に乗り上げ、熱病にうなされているブラウンのもとへ、 ブラウンはアルゼンチンへ帰国後軍事法廷にかけられることになっているという知らせが届いた。彼は一旦イギリスに戻り法的政治的戦いを味方の協力と共に勝ち抜いた。彼がアルゼンチンに戻るとエルクレスを贈呈された。ウィリアム・ブラウンはその後農業を行い家族との満ち足りた幸せな生活を14年にわたって過ごした。 ブラウンはそのまま平穏には過ごせなかった。ウルグアイは3世紀にわたってスペインとポルトガルとの争いの種だったが、今ではアルゼンチンとブラジルとの間で同じ役割を果たしていた。1825年12月14日、アルゼンチンとブラジルの間に戦争が勃発した。アルゼンチン当局には経験豊かな提督どころか艦隊もなく国境に沿って展開させた。 陸上戦力にすべての余力を注いでいた。海岸線の防備は見て見ぬふりをされ、ブラウンによるこれまでにわたる作戦可能な艦隊の要求は無視され、ブラウンは同盟支持の青シャツパから連邦支持の赤シャツパに倉替えした敵対者のほとんどから外国人とみなされていた。だが、ついに後期が訪れた。ブエノスアイレスの港を守るため、 ブラウンは再び提督として軍務に復帰するよう懇願された。彼は要請を受け入れ彼のあた限り艦隊を作り上げ整備することに従事した。ブラジルはアルゼンチンを封鎖することから作戦を開始した。この非常事態にアルゼンチンはブラウンの指導のもと彼が指揮する新しい艦隊を何とか間に合わせた。アルゼンチンの封鎖に対する報復行動として 彼は、勢力的に、ブラジル沿岸を攻撃し、ブラジルの海運に打撃を与え、奮闘したフンカルの戦いにおいては7隻の船と8隻の、砲艦をもって17隻からなる、ブラジル艦隊を全滅させ、敵の司令官を捕虜とした。1827年6月11日、ブエノスアイレスをすぐ目の前にして、アルゼンチン軍とブラジル軍の間に、ロスポソス,スの決戦が行われた。 アルゼンチン軍はわずか11隻の船しかなかったのに、対し、ブラジル軍には31隻もの船があった。戦闘の前、ウィリアム・ブラウンは、彼のよく知られている二つの言葉を残した。同志諸君、勝利と訓練を信じよ。そして祖国へ万歳三照。そしてその数分後、砲撃開始。国民が見ているぞ。激しい遭遇戦の後、ブラジル軍は、 そう崩れとなって敗走し、ブラウンがアルゼンチン側の委員となって1827年10月4日にブエノスアイレスの自由を保障する条約が結ばれると、ある種の平和が訪れた。ウルグアイ国内の派閥構想において、アルゼンチンの指導者であるフアンマネルデロサスは、彼の友人でありブランコ島とコロラド島の間の内戦で失脚した前ウルグアイ大統領である。 ブランコ島のマヌエル・オリベを支援した。ブラウンは現役に戻り、モンテビデオ周辺での3度の交戦によりかつて自分の主観だったジョンコウを打ち破った。1842年8月15日、彼はパラナ川の戦いにおいて、その後イタリア統一運動の英雄となるジュゼッペ・ガリバルディに指揮されたウルグアイの河川艦隊を撃破した。 ウルグアイ軍を追って川を遡ったブラウンは上陸を強行し海兵にウルグアイ軍と交戦させた。これまでの戦闘を経て両陣営の多数がお互い見慣れた顔となっていたが捕虜に対して優越感を得たブラウンの部下の一部が私的な復讐を起とし捕虜の一人を虚勢した。これを聞いたブラウンは劣化のごとく怒り部下の卑劣に一切の容赦をせず 悪名高きガントレットと呼ばれる下時計を持って彼らを厳しく罰した。受刑者は裸にされ、二列に向かい合って彼らを棒で撃つ同僚たちの間を歩かされたが、列の途中で息絶える者もいた。ブラウンは自分の部下によってなされた、この不名誉のため、この戦いの勝利を受け入れることを拒み、処刑の裁定を待つばかりとなっていたジュゼッペ・ガリバルディを釈放させることに、 自分の影響力のすべてを費やした。ブラウンは、その行動に対して、忠誠心が問われた際、このような言い習わしを用いた。たとえそれが悪魔と交わしたものであっても、約束は守られなければならない職務中の名誉は、ウィリアム・ブラウンと彼の新たなる個国に対する職務に、とって重要なことであり、ガリバルディに向けられた親切にそれが見える。ガリバルディはこの温調の例に、数年後、 孫の一人に、ブラウンにちなんで、ウィリアムと名付けた。アルゼンチン軍、ブランコ軍は、ウルグアイのほとんどを占領したが、モンテビデオを攻略することはできず、モンテビデオは1843年2月に始まった、包囲攻撃を9年もの間、1845年に、パラグアイへの交通が封鎖されると、イギリスとフランスが、コロラド島の側に立って、紛争に介入してきた。 1847年、ブラウンは娘に伴われて、生まれ故郷のフォックスフォードを訪れた。ロサス政権が失墜後、多くの海軍士官が解雇されたが、海軍司令官は別だった。ブラウンは国会の長期にわたる忠誠に権威を払われていた。バラカスにある邸宅に陰性したブラウンは、対ブラジル戦での敵だった、グレンフェルの訪問を受けた。グレンフェルは、アルゼンチンは、 国家のために戦った者に対して恩知らずであると述べると老帝徳は答えた。グレンフェルさん、私の子供たちの祖国にとって有用であったということは私を悩ませるものではありません。数多くの苦痛や困難から解放される時には6フィートの地面があれば十分であり、富や名声は余分なものでしかないのです。1857年3月3日、彼は死亡し、 軍人として最高の名誉を持って埋葬された。アルゼンチン政府は以下のように述べた公式声明を発表した独立以来我らの故郷が戦ってきた国家戦争に恒久的に仕えてきた人生をもってウィリアム・ブラウンはアルゼンチン共和国の海軍の栄光を象徴している。彼の埋葬の間バルトロメ・ミトレ将軍は有名な アイルランドの没後100年記念切手1957年、彼の記念切手は1957年にアイルランド政府によって1891年1935年1956年にアルゼンチン政府によって発行されている。1980年代中頃からブラウンの剣の複製品がアルゼンチン海軍提徳たちによって身につけられている。 そのような複製品の一つがアイルランド国立開示博物館に展示されている。オリジナルの剣はアルゼンチンの国立歴史博物館にある。アイルランドダブリンにあるウィリアム・ブラウンの像、ウィリアム・ブラウンにちなんで名付けられたアルゼンチン駆逐艦アルミランテ・ブラウン・ウィリアム・ブラウンの戦いの記念碑や、銅像はブエノスアイレスとアイルランドの記事である、フォックスフォードにある。 2006年の4月から6月にかけて、アイルランド海軍の艦艇、エンヤが、翌年に迫った、ブラウンの没後150年の記念式典に参加し、ブラウンの像を持ち帰って、ダブリンで展示するために、アイルランドの軍艦としては初めて南半球に展開してブエノスアイレスまで航海した。旅の途中、エンヤは、マルデルプラタに立ち寄り、アルミランテ・ブラウン広場を訪れて、 アルゼンチン海軍の同僚と共に、このアイルランド人の英雄に賛辞を呈した。アイルランド首相のバーティア・ハーンは2006年9月27日、ダブリンのサージョンド・ドジャーソン不当のアドミラル・ブラウン、工事で新しいブラウンの像がお披露目される際にこう言った。2001年に、ブエノスアイレスのブラウン提督記念碑に花輪を捧げ、 私の訪問の記念名盤を除幕したことは、私にとって名誉なことでした。二つの国家間のつながりが、過去においても現在においても、いかに強いものかという思いと同様に、アルゼンチンの歴史において、ウィリアム・ブラウンという人間がいかに重要な人物だったのかという明確な印象が私の中にもたらされましたラボカのブラウン家の複製、カサーマリージャにある、ブラウン国立研究所は、 この国の海事の歴史と海軍の関与の研究と、ウィリアム・ブラウンの人生と軍事的業績の調査におけるアルゼンチン・アイルランド領政府の協力のために1948年に設立された。この組織はブエノスアイレスに本拠を置き、国中に支部を持っている。また、多数のアルゼンチン海軍官邸や政府関連施設に彼にちなんだ名前が付けられている。例示すると、 以下のようになる。2012年11月25日以来、アルゼンチンとアイルランドのラグビー国際試合勝者は、アドミラル・ブラウン杯が授与される。アイルランドが46-24でアルゼンチンを下し、初代王者となった。ありがとうございます。